今日は10月の5日土曜日に秋葉原でパチスロサミット2024が開催されますので、それのお知らせの動画になります。実際にも公式サイトも公開されているので、ちょっとそれを見ながらね、いろいろ喋っていきます。そもそもこのパチスロサミットっていうのは、このパチスロの各メーカーが一斉に集まって、まあね、いろいろな催し事が会場で行われる年に1回のパチスロのお祭りみたいなものです。で、今年は10月の5日土曜日にベルサール秋葉原でこちらですね、開催されます。で、時間が12時から18時の間になってます。で、この会場も秋葉原の駅からすぐ近くのところにありますので、当日まだ予定決まってないよっていう方はぜひ遊びに来てください。入場も無料です。じゃあ実際にちょっとまあね、どんなイベントが開催されるかっていうものなんですけど、まあね、こう順番に見ていくと、まずはウルトラシダ会ですね。これ地下1階の会場で開催されるものですけども、これがね一番注目している人多いんじゃないかなと思います。で、この特にお店ホールに導入される前に打てる機会っていうのはめったにないと思うので、皆さん何かね気になる機種があればぜひお越しください。各メーカーさんからいろいろな機械が出展されますので、この中から気になるものあればぜひ遊びに来てください。ちなみにパイオニアは横にもこう置いてますけど、スマートオキスロ蝶花祭り出展予定です。これもね導入前のタイミングなので、気になる方ぜひお越しください。それとですね、このシダを行うと、このイベントでしか手に入らないスロサミトレカっていうものを数量限定でもらうことができます。各メーカーのいろいろなキャラクターがこのカードになってもらえる形になります。ちなみにこのねパイオニアはハイビスカスがもらえますので、まあね、好きな方多いと思いますのでぜひお待ちしてます。で、次にこのまあスペシャルステージということで、まあ、人気のタレントさんであったり、まあ、ライターさんが会場の1階でですね、いろいろなイベントをやってくださいます。プログラムがこういう形になっておりまして、まあ、いろいろね企画がありますので、クイズ大会とか結構ね皆さんも興味のあるもの多いと思いますので、会場の1階でやってますのでぜひ見に来てください。で、実際にねいらっしゃるタレントの方もこういう感じで結構勢ぞろいなので、ね、皆さんこの機会にお会いしたいという方もいらっしゃると思うのでぜひお越しください。そして次にこれも会場の1階で開催されますけれども、まあ、みんなワクワクブースということで、初めてねこれパチスロ遊んでみようかなっていう方にも楽しんでもらえるコンテンツも盛りだくさんになってます。例えばこのタッチ&トライコーナーですね、初めてパチスロ打ってみようかなって方向けに、実際にねホールの店員さんが一から詳しく丁寧に教えてくれる、イベントになりますので、なかなかね初めてパチスロ打ちたいという方がパチンカさんに入ってやるのはなかなか難しいと思うので、まあ、こういった機会に一から教えてもらって学んでみるのもいいかなと思います。で、ちなみにここのコーナーではスマートオキスロドラゴンハナハナ先行法4台、まあ、設置予定ですので、初めてハナハナ打ってみたい、このレバーオンでねハイビスカスが光る気持ちよさっていうのも、まあ、ここで味わってもらえればなと思います。あとは、まあ、こういうねクレーンゲームで実際に遊べるところもありますのでぜひお越しください。そしてこれですね、スロサミ丸ごとウェブ生ライブということで、まあ、なかなかね会場に来れないという方でも実際にライブ配信でこの会場の模様を見ることができますので、去年もねこれ結構同時接続数多かったので、来れないという方はこっちで楽しんでみてください。ということで、年に1回のパチスロのお祭りパチスロサミット2024のご紹介でした。パチスロが好きという方たち、ちょっとね興味があるっていう方はものすごく楽しめるイベントになると思いますので、会場でお待ちしております。もちろん当日僕も会場にいます。この地下1階のウルトラシダ会場に蝶花祭り置いてるんですけど、そこにいますので、チャンネル見ていただいている方とお会いできるのを楽しみにしてますのでお待ちしております。それでは来月10月の5日土曜日に秋葉原でお会いしましょう。それではさようなら。